しましょう。エーゲンの動き、リートンにちょっかいを出します。エーゲン遥です。全日本プロレスの明るく楽しい部分を十二分に知り尽くしている外国人、それがジョー・リートン。悪役紹介と鶴田率いるファミリー軍団、一体どのような戦いを見せるんでしょうか。泉田、それからマイティ、おっと変わる変わるにジョー・ディートンを挑発していきます。3人ともにジャンボ鶴田と握手を交わしました。そしてファミリー軍団はお互いに握手を交わします。先発は誰でしょうか。青コーナーはエーゲンが残りました。そして赤コーナー、桃田が2人に頭を下げながらリングの中に残りました。30分の一本勝負、95サマーアクションシリーズ2最終日本武道館大会、エーゲン、マイティ、泉田対ディートン、桃田、そしてジャンボ鶴田の戦いであります。シックスメンタッグマッチ、先発はエーゲンと桃田光雄。まずエーゲンが一つ声をかけました。さあ反対側、エーゲンの王であります。エーゲンが足切りに桃田にも同じことを促しますが、桃田どうするか。お、桃田、流し目桃田であります。赤コーナーでさあトップに登った。そしておー、桃田光雄ちょっとはにかみながら王をいたしました。エーゲン遥か元気であります。95年の夏、エーゲンが右手を出す、桃田がそれに応えて右手を出してくるところをはたいていきました。エーゲン遥か何を思ってか時計と反対回りに回って、そしてさあ東西南北のロープワークだ。どうするどうするどうする、桃田が地に伏せた。エーゲンが1回転、おっと鶴田を挑発しました。エーゲン遥かです。バックを取った、バックを取った桃田、しかしマイティも入ってくる。桃田が捕まります。エーゲンからマイティへ、さあド派手なパンツの2人、マイティの上が変わって出てきた。ロープに振られた、アートイップ巻き投げ、もう一発です。桃田左から投げていきました。スクトだったのはマイティ、切り返していきます。逆に切り返して桃田、ここでジョー・ディートンスイッチであります。うん、ディートンが入ってきた途端に会場からディートンのコールが起きました。ディートン振られた、巻き投げ、もう一回マイティの上腕を取ります。キャンバスをバン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 叩いていきます。ジョー・ディートンです。このシリーズは8月26日の後楽園ホールの大会から特別参加をしております。事前にこのディートンが参加するという情報はこちらには寄せられていませんでした。突然やってまいりましたジョー・ディートン、そしていきなりいい味を出しております。モンゴリアンチョップで代わって出てきた泉田龍角がディートンを攻めていきます。おっと、モンゴリアンチョップにはモンゴリアンチョップでお返しです。ジョー・ディートン、しかも規制を走っていました。アブドーラザブッチャーバリー、ニーリフト、ニュートラルコーナーに泉田を打ちつけて、泉田ビクともいたしません。それもそのはず、泉田龍角各界出身であります。頭の硬さには定評があります。デモンストレーションいたします。おっとクロスチョップ、ディートンこの辺り日本人の間を心得ております。不思議な外国人でありますジョー・ディートン、溝打ちにエルボー、もう一発か、繰り返されました。ラリアットサウスポー、首を刈っていきました泉田龍角。エーゲンと泉田ダブルのヘッドバットです。わずかにバックステップしたディートン、さあ張り手の応酬になりそうだ。ディートンも負けてはいないぞ。これに合わせて武道館では手拍子が起きます。エーゲンが前に出ます。おっと
ここで青コーナーにディートンを引き連れて悪役紹介が3人出てきました。ディートンの足をコーナーからロープにかけます。3人で3対1でディートンを攻めていきます。ディートン忍耐のポーズであります。大股開きのジョー・ディートン、そして悪役紹介はマイティ井上が残ります。ネックブリーカードロップ、ゆっくりとした間合いでした。カバーに入ります。カウントは2つ。裁くレフリーは山本義弘。上半身を固めます。マイティ井上、本名は井上末男であります。さあジャンボ鶴田登場であります。鶴田とマイティだ。マイティをロープに振った、ジャンピングに今日一発目の王が入りました。テレビの前の皆さん、王のタイミングには十分お注意ください。キッチンシンク、さあおそらくこの画面を見ている皆さんも右手に拳を握りしめながらこのファイトを見守っていることでありましょう。鶴田が桃田に泉田を預けます。桃田と泉田、張り手の応酬になりました。おっと張り手の応酬をやめました。泉田龍角、龍角さんであります。桃田とマイティになった。両者ともにひげを蓄えています。おマイティも降参であります。こうなると残っているのはエーゲン遥か。さあエーゲン、なぜか嬉しそうだ。エーゲン嬉しそう、蹴り上げてもう一発、桃田もう一発だ。おエーゲンも負けてはいません。前に出ていくのは桃田だ。コーナーに追い詰められたエーゲン。さあ張り手のスピードが速くなります。速くなる速くなる。手拍子に合わせるように張り手のスピードが速くなりました。ここでテイクダウンします。エーゲン遥かちょっと首が座っておりません。蹴り上げて、おしかしヘッドバットで応酬だ。桃田が場外に落ちました。エーゲンがニュートラルコーナーに登っているが、エーゲン飛ぶか飛ぶか。さあエーゲンどうする。桃田リングの下、危ない。ジャンボ鶴田が見事に、おっとリングの中に飛びました。エプロンサイド入ってこようという桃田を捕まえます。エーゲン遥か、いつものパターンですとこの後場外に落ちるのはエーゲンですが、おっといきなり唾が飛んでいきました。エーゲン遥かの唾攻撃、あ放送席サイドに落ちてきました。落ちてきた。嫌な予感がします。嫌な予感がします。放送席大ピンチだ。放送席大ピンチだ。ジャンボ鶴田が拳を振り下ろした瞬間、放送席大パニック。来た。おっと。見事に唾液が飛びました。放送席ちょうど後ろの、おお見事に放送席後ろの女性客持っている新聞ちょうど昨日、おっと危ない、油断をしていると危ない。危うくエーゲン遥かの唾を受けてしまうところでした。ジョー・ディートンがいてくれたからいいようなものの、放送席も本当に危ない、予断を許さない状況です。さあ走行をしているうちにリングの上ではジャンボ鶴田がコブラツイストに入っていましたが、泉田のカットを受けました。桃田が入ってきます。ジャンボがここでゆっくりと赤コーナーに下がります。さあひとしきりエーゲン遥かが唾を吐いたところで、唾を吹いたところで戦いの行方を見守ってみましょう。泉田
田の頭を利用する。そして今度はマイティの足だ。桃田が攻められている。今度はまた泉田の頭、マイティの足、スープラトン攻撃であります。あっとこれには桃田も少々ダメージが大きくなってきた。もう桃田フラフラ、桃田フラフラだ。さあそして桃田が泉田にうっと繰り返した。どうするか、ショルダーする。ここでたまらずジョーディートンにスイッチ。ディートンが出てきました。汗をびっしょりと書いています。ジョーディートンロープに飛んでエルボードロップ。さあ泉田とジョーディートンです。フロントヘッドロック。泉田も踏ん張ります。ロープに詰めて、ここで青コーナーマイティの上のスイッチか。マイティ今日ここまで18番のサマーソルトドロップは出していません。悪役紹介ダブルの攻撃、小脇に抱えて岩石落とし、カバーに入る。さあマイティの上、どこで18番のサマーソルトドロップを出してくるか。ロープに振り返されてキッチンシンク、ジョーディートン。もう一回か。いつものように手は離しません。ショートレンジのキッチンシンクからカバーします。リングのほぼ中央、カウントは2つ。ロープに振られたマイティ、ラリアットかわしている。さあどうする。さあショルダータックル、そしてもう一発、ここでカバーに入った。サマーソルトドロップは持ってきません。泉田にスイッチ、悪役紹介ダブルのブレインバスターの体勢、投げていきます。見事にジョーディートンの体が反転しました。ここでサマーソルトドロップ、そしてヘッドバット、2人での攻撃だ。もう1回泉田ヘッドバット。さあカバーする泉田。桃田のカット、全部を一蹴りいたしました。ここでジョーディートン立ち上がります。反対のコーナーへ振られたのは泉田、ラリアット後を追います。 DDT 脳天から叩きつけられました。ローリングして桃田にスイッチ、バックドロップ。18番お箱であります桃田。あとは2、小股に泉田の頭を挟んだ。持ち上がりません。132キロ、泉田龍太リバーススープレックスで返しました。ボディープレス、カウントは2。悪役紹介、ここでマイティにスイッチ。担ぎ上げてストマックバスターカバーに入ります。なおもお腹のあたりマイティの上、ここは早いタッチワークだ。悪役紹介、エーゲンが桃田をロープに振った。カウンターのエルボーカバー、カウント2、跳ね上げます。さあ桃田は赤コーナージャンボ鶴田につないでほしいところです。ロープの反動を利用したヘッドバット、エルボードロップ、カウント。さあどうか、カウントは2。桃田ここも踏ん張りました。ジャンボにはつなげないか。うん、赤コーナーのジャンボ、悪役紹介に1人捕まっています。桃田後ろから前から攻撃を受けております。おお、モンゴリアンチョップだ。フラフラの桃田光雄、これは避けた。後ろを取って丸め込む。さあカウントは、カウント2。さあジャンボにタッチだ。ジャンボ登場、泉田果敢にジャンボに挑みかかっていきますが、あ、日本一のハンマーが飛んできます。そしてロープに振ってジャンピングに、なおも青コーナーに掛けていって、オーラー、今日2回目のジャンボ鶴田、ここで決めるか。18番バックドロップか。マイティの上が入ってきた、マイティの上が入ってきた。泉田がロープに飛んで、おっとラリアット、ジャンボラリアット炸裂。カウントは、悪
逆紹介、こぞってカットに入ってまいりました。しかしここは戦いが3つに分かれて、ジャンボ鶴田、ここは攻め時であります。小脇に抱えてへそで投げる、ジャンボのバックドロップ。さあこれは決まったか、カウントはカウント3、見事にジャンボ鶴田、95サマーアクションシリーズ2最終戦、悪役紹介との対戦、18番バックドロップで泉田龍角をマット深く沈めました。いや見せてくれました。最後はものの見事にジャンボ鶴田が18番のバックドロップ一戦でありました。勝負タイム14分11秒。そして勝ち時の王であります、このシリーズ最終戦で初めての登場、ジャンボ鶴田、見事に最終日本武道館大会で自らのバックドロップで白星を挙げました。反対サイドにも王5連発、合わせて10連発であります。